Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。9時10分です。なんか天気予報がどんどん変わるな。また今日も雨降るかもしれなくなって、明日は一日雨に変わっちゃったね。また参ったね。まあダメならダメでクリストはしょうがねえな。まあそれか雨稼働するか、どれぐらい降るかで判断しよう。明日はね、今日やれるだけやって。9時半でウバオンしました。ちょっと早めに出れれば出ようかな。暑いのか寒いのか分かんねえな。とりあえず長袖で行くか。自宅待機失敗失敗して今10時40分ぐらい出てきました。2回なったんだけどね、稲毛と幕張4号だったから行かなかった。開幕がなんなかったね。暑いな。鉄人さん出動です。いやー、ならなすぎ。ほんとならない。11時過ぎてもやばいね今日は。やっと取れた。11時20分でリンガーハット海浜幕張から打たせ400何十円だったかな。お疲れ様です。初めて受けたけどね、鳴ってすぐ来たけどもうできてました。よかったよかった。
2軒目スタードンから打たせで450円。お疲れ様です。ウーバーイーツです。12時になっちゃった。まだ2軒しかできてない。もうね、ちょっと明日の雨もあるから、クエストはねもう8割9割諦めました。残念。のんびりと稼働しよう。今ここのねマンションの入り口でね弁当売ってるから弁当買おうかな。腹減った。撮っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。すいません、ありがとうございます。どっちか。ああ、弁当買ったから弁当食いたかったけど、今美味しいやつなっちゃったからな。3軒目、マックの幕張テクノガーデンから打たせ、670円。これはさすがに蹴れないな。しかも月見始まったのか。昨日確かハワイまでやってたからな。今日からか月見。これはちょっとマックなるかもしれないね。お疲れ様です。ウーバーイーツです。前にある公園で弁当食おうと思ったらまた美味しいのはなっちゃった。4軒目チンタンタンから若葉で、770円からだったかな。ウーバーイーツです。あー、すげえ泣きそうだな。待ってる間に食えたな。かといって食ってから来るわけにもいかねえからな。オフラインにしました。見ちゃうとね、行きたくなっちゃうから。今目の前に公園があるから、飯食ってから再スタートします。まだあったか。女性が好きそうな優しい味付けだね。トマトガーリック。うん、気持ちいい。
ここで待機してよ。前にジャイロキャノピー乗ってる時ここよく来てたね。カフェがすぐそこにあって、カフェ待機もいいね。ならないな、ここ。てかだんだん雲が雨雲になってきてる。やばそうだね。明日の天気に翻弄されてんだけど、明日の天気予報に一応曇りが発生してるからワンチャンできるかもしれないから、今日15ぐらいは終わらしとこっかなって気分になってきたけど、今日もいつ雨降るかわかんない。暗くなってきてる。5軒目かゆさんちんから若葉 2.4キロ、540円ぐらいかな。げえ、降ってきた。マジかよ。こんな早いタイミングでの雨は予報になかったな。最悪。早すぎだろ、降ってくんのが。あ、とりあえず良かった、雨止んでくれて。あのまま降ってたら地獄だった。6軒目、成城石井から幕張読んで 2.8 キロ、520円。お疲れ様です、ウーバーイーツです。7軒目ロッテリアから幕張西 3. 何キロかで440円ぐらい。ちょっとね、また雨雲が近づいてます予報が来てから怖いな。ポツポツ来たね。お疲れ様です、ウーバーイーツです。ちゃんと降ってきちゃってる。ああ、受けなきゃよかったな、これ。まだ打たせ側ならいいけど、反対側だからな。カッパ切るか、これ。なんだよ、ついてねえな。ちょっと降ってくんの早すぎでしょ。洋華堂から幕張後 3.8 キロ、470円か。まだね、小雨だからこのまま継続しようと思います。お疲れ様です、ウーバーイーツです。9軒目山田丸から日比の450円ぐらい。いや、結構降ってきちゃったな。そう、最後これやるか。もうちょいで晴れそうな雰囲気もあるんだよな。雲の切れ間から晴れ間がちょっと見えてるから。
配するウェイツです。やんだかな。10軒目サンチャヤから打たせ、あ、お疲れです。配達員さん今日はあれだね、休みだった。サンチャヤから打たせで420円。制服じゃないからさ、バッグとか自転車とかバイクとかがないと誰かわかんないよね、パッと見ね。急に声かけられると。お疲れ様です、ウーバーイーツです。11件目マックのテクノガーデンから幕張1、400円ぐらいかな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。また降ってきちゃった。ダメだな、もう帰るか。11件で5998円かな。昨日19、今日11で30になったんで、明日が15の25。まあ明日一応雨でも小雨なら15狙ってやるか、もう休むかって感じですね、雨次第で。